暑いな。おはようございます。お疲れです。いや暑いですね最近ね。その暑さを言い訳にしてもうほぼほぼ実装してませんよ本当に。もうイラゴトライアスロンまであと今ですね、今日動画を公開するまでにすごい時間かかると思うんで、今の現時点で1ヶ月を切ってまして、まああれはですね、スイム、バイク、ランとありますけども、ショートディスタンスなので、まあ完走はできると思うんですけども、タイム、もしくは順位等は、そう期待できるような感じではないですね。ああ、ドランちゃんか。くそ。まあ、久しぶりに乗るとこういうことなんですよね。インナーに出るとフロントインナーに出るとどうもジャリジャリしちゃうやん。あかんな。今日はいい加減ですね。大会まで1ヶ月を切ったということで、日頃実装ではほぼ使わない TT バイクを引っ張り出してローラー用のカムシンちゃんを前後に装着しまして、ヒルクライムにはちょっと厳しい状況の車両になってますけども、まあぼちぼちと登っていきましょう。結構こう山道に入ると日陰になるところは若干やっぱり涼しいんですけどもね、まあこの特有のジメッとした感じはそれほど軽減されず、きついですね。それにしてもこの道好きだな俺なんだ。ヒルクライム嫌いな割にはなんでか来ちゃうんだよなここら。この TT バイクにはコンパクトクランクがついてるので少しは楽に登れるかなと来たんですけども、そうはいかんわやっぱり。ボーラ3号ウルトラと比較しましてタイムでは差が確実に出るんですけども、このしんどさは変わらないですね。カムシンちゃんでも軽いと言われているボーラウルトラ3号シブラでもこのしんどいのはしんどいと言いますね。大変なのは変わらないんですよねあれね。ですからあの手の軽量カーボンホイール装着するとこういうヒルクライムが楽にはならないですけど、速くはなりますっていう感じですね。あれはそれにしてもフロントのディレイラーが調整が合ってないの。とりあえず1本終了。このように路面が荒れてますので、ほとんど隙を出さずに安全運転でいきたいと思います。カーボンリムだとですね、ブレーキ引きずってのダウンヒルっていうのはね、まあ非常に気使うんですよね、あれ。私もですね、ブレーキを引きずってですね、下っている時にリムの熱膨張でホイールを1本ダメにしてしまったことがあるので、なるべくね、こういう狭いような峠道の時は、なるべくほぼ 100% ですね、アルミリムのホイールを使用しています。まあね、どうしても軽量ホイールを使いたいという時は、リアだけカーボンホイールにしまして、フロントはですね、アルミの練習用と言っていいのでしょうかね。まあこのカムシンちゃん、ほぼほぼカムシンちゃんですね。カムシンちゃんにして
こういう坂道をですね、まあ、楽しんでいるんですけども、まあ、ブレーキシューをですね、いちいち変えるのがやっぱりめんどくさいんで、アルミホイール、しかも低価格のホイールを使用していることが多いですね。もうしかもですね、これにこのホイールに慣れてしまうと、もうこれでいいかなと、これ1本でいいかなと思っちゃうこともあるんですよ。それはもうね、入賞を狙っている大会とかですね、タイムを気にされている方々はね、そんなこと言ってられないと思うんですけどもね、そういうものに該当しない私としては、ああいう高価なカーボンホイールやらなんやらは最近必要ないんじゃないかと、そうですね、疑問に思うことがありましてですね。でもですね、そういう大会とか迫ってくるとやっぱりね、そういうものに頼りたくなってしまうんですよね。でも平坦オンリーだったらこれでも一回出てみたいな。あ、そうなんですよ、平坦オンリーといえばですね、先日私が出場しようとしていた長良川国際トライアスロンがですね、延期になりまして、2本目いきます。河川敷のコースですね、土平坦なんですよ。その時にこのカムシンで実は出ようとしました。出ようとしましたけど大会が延期になりまして出れませんでした。平坦オンリーだったらそんなにね変わんないと思うんですよ、これエアロがうんぬんということを気にされる方にはちょっと使用をためらうと思うんですけども、ね、エアロも何もないですよ本当に。うわ、2本目しんど、下ってくる間に座礁がクールダウンされるんだな。2本目の溺れるかな、バテバテだよ本当に。夜も出れないんですよね、エアコンつけていても。まあ比較的エアコンが苦手な人間なんで、エアコンの風が直接当たらないようにはしてるんですけどもね、暑さに強い人が羨ましいですよ本当に。ケロッとしてる人もいますからね、本当にもどうなってんだ。2本目登り切ったら景色のいいところで、私のカンパニオロカムシンに対するカムシン愛をおしゃべりしようかと今は思っていますけども、疲れてしないかもしれません。カムシンが好きな人応援お願いします。いろいろカンパのホイール使ったけど、カムシンが一番好きな人応援お願いしますよ。うい、ヒルリピツレース水分補給。楽々回転でいきたいと思いますよ。インナーローボー固定です、コンパクトクランクなんで。フロント34かな、フロント30のギアが28ぐらいだと思うな、これついてるのが28か26ですから。楽々に来ますよ、楽々で、無理しちゃいけませんよ、暑いんですから。意外と楽に登ってくれましたね、さすがコンパクトクランクの威力ですよ。いや無理せずにね、ノーマルクランク、ああいうのはかっこいいですけどもね、いや結構ね、まあ、それなりの人は使ってくださいね、あいなね、私みたいなそれなりじゃない人はコンパクトで十分いいですよ。コンパクトクランクがいいです。 DH ポジション、ヒルクライムの DH ポジション、この練習しに来ただけだな。意外と登っていけるな、よし頑張れ。めっちゃ曇ってんだけど全然涼しくないですね。2回ほど昼リピートしまして、暑さというか蒸し暑さ、不快指数 100% の中、TT バイク非常に古いですね、古いですけどこの形が気に入ってます。オルベアオルトゥーですね、2008年モデル、かれこれ10年経ってますけども、カムシンですね。
前後重量は今のところわからないですけども、後輪だけでも多分1キロ、1000グラム以上超えてると思うんですけども、これがその重さを全く感じないんですよね、なぜか。タイヤがですね、ミシュランのプロ4、中にですね、あのパンク防止剤のシート、レーサーのフラットアウェイというケブラーシートを貼ってましてね、これに普通の軽量ではない、よくありがちな分厚いあのチューブをつけてますので、決して軽くはないんですけども、重量自体はリム重量もしくはその外周部重量は全く軽くはないんですけども、その重さを感じにくいですね。 G3 スポークパターンがですね、他の上位機種は21本組なんですけども、これが24本組、多分シッコロも24なのかな、まあわからないですけども、結構が外周部重量が重たくてもスポーク本数を増やせばヒルクライムでも軽快に登ってくれるみたいな感じがあるんですかね。まあああいうボーラとかボーラシリーズにあるような、もうシャキンシャキンスンパンスンパンには登ってこないんですけども、まああれはあれでしんどいんですよ。シャキンシャキンスパンスパンでもペダルをくる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 回さないと、くる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 回されてしまうんですけども、そんなペダリングになってしまうんですけども、これはのす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 登ってくれても実にこう心の余裕が生まれるというか、いいホイールですよ本当に。レースじゃなければ多分そんな感じでしたけども、皆さんお暑い中無理せずサイクリング楽しんでください。今日は昼リピート、地元のちょっとした丘を2回ほど越えてくたばったお疲れです。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。